濡れガラスの巫女っていうサブタイトルさ、めちゃくちゃエッチじゃない？何なんだろうね、濡れガラスがエロいのか、それとも巫女がエロいのか、それとも濡れっていう字がエロくて、そこに巫女っていうエロさが入ってくるのか。でもそもそも巫女さんっていうのは別にエロいわけじゃないわけじゃん、神聖なものであって。でもどっちかっていうと、その神聖なものにちょっとエロさを感じてしまう罪悪感というか、まあ例えば未亡人であったりとかさ、なんか人妻とかさ、そういうものに罪悪感を抱いてしまうみたいな。だから背徳的なエロさっていうものを感じるんだろうな、きっと。だから巫女さんにエロさを感じるんだろうな。で、その上さ、濡れガラスの巫女っていうかさ、その前置詞がついてるじゃん、濡れガラスっていう。だ、余計濡れた巫女さんだからさ、背徳感がやばいんだろうなと思ってエロ感じるんだろうな。もうなんかホラーゲームやる頭じゃねえんだよな、今。濡れガラスの巫女っていうサブタイトルを見た瞬間からもう俺の頭の中ピンクなんだよな、今。脳内メーカーで言うと、全部頭の中がエッチなんだよな。こんな状態で俺はホラーゲームをやれるんだろうか。わ、すげえな。濡れとるやん。もう今の俺は全てがエロく見えるよ。この状態。わー、エッチだ。でも元々にしてなんかホラー映画ってエッチな要素結構あるからな。海外のホラー映画でも大体シャワーシーンで殺されるとかあるし。なんでホラー映画とエッチシーンって結構一緒にあるんだろうな。大体なんかパツキの姉ちゃんがふん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 って鼻を歌いたいながら風呂入った間に襲われるのかな。待ってくれよ、幽霊までエッチじゃねえか。ちょっと待ってくれ。めちゃめちゃエッチじゃねえか、幽霊。R で周囲を見渡す。ちょっともう頭に入ってこねえよ、ちょっと待ってくれよ。ドエッチじゃん。ふーん、エッチじゃん。可愛いな、主人公。もうなんか話す時のアクションもなんか可愛いな。あ、はいはいはい、歩くんですね。こんにちは。あー、すごいソフトタッチで触ってくれ。はい。おお、おお、やばい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 、よいしょい。すげえ。あ、よいしょい。わあ、大興奮だよ、あんな服で捕まえそうなったら。もうこの時点で楽しいな、このゲーム。こういう居酒屋あるよな。お、調べられる。そうなんだ。お、廊下の奥から明かりが差している。外に繋がってるのかもしれない。今んとこすげえエッチっていう印象じゃねえんだよな。胸はだけ刺してんだけどさ、髪の毛のせいでさ、顔が半分隠れてるのがまたエッチよね。ああ、早い。締め出された。これから出てくる敵なんだろうか。絶対足が速いじいさんかばあさん出てくるな。ああ、ダメっすか。あいつら待ってくれてるの、うちに。すごい竜宮城みたい、神秘的。何の音これ。おお。うなぎだ。
もう俺頭の中が多いな思ったより。スケベよ。あ、はいはいはい。あ、こうしてこうか。逃げろ逃げろ。もう開いてるじゃん。水没しすぎやろ、ここ。今んとこエッチだなーしかないんだけど、おお、なんだ、うーん。すごい大量の水。うわー、もずくだー。人だったー。毛量すごっ。うわー、エッチだー。なんか幽霊なのにみんななんかちょっとオシャレだよね、服装とか。どことなくなんかスタイリストがいるんだろうなって。小塚田優里。終わる時は一人なんだ。服装エッチ。とんでもねえ服装だ。探し物は。うわあ、太ももに巻いてるよくわかんないやつだ。あれめっちゃエッチだよね。うわあ、なんか紫はあなたが師匠っぽい人もエッチ。これを渡すわ。このゲームエッチな服装しかない。このカメラは見えないものを映し出す遮影機。見えないものを見落として。ものを探す手がかりを見つけられ。これがあなたの初めての仕事。キャラクターみんな可愛いな。いや、抑えてるよな。なんかこう内気な主人公とこうお姉さんっぽいお師匠みたいな。すべての属性を抑えてる。扱いは普通のカメラと同じ。構えて何か撮影して。いや、めっちゃエッチだな服装。なにこれ。あ、すごい、縦にもできる。スマホの待ち受けにしよう。あ、いいじゃん、めっちゃ。これぐらいかな。だいたい首あたりに持ってくるとちょっと上行くんだ、これ。あー、エロい。アルバムにしよう。自由に撮影いいんですか。いいんですか、そんな自由に撮影しちゃって。すいません、こっちください、目線ください。これ斜めだな。基本的にこうやって斜めにすることによって、長い絵は、この、頂点と頂点を合わせることによって、構図が良くなるっていう話を聞いたことだから。こうこうこう。あ、すごいすごい、めちゃめちゃいい。これ、ズーム機能ないのかな。あ、すげえいいすげえいい。あ、しまった。なんかすごい写真もらっちゃった。慎重に行きましょう。さあ、中に入って。なんか俺そんなの探しに行くんですか。プラスでマップ。いや、マップ情報少な。くるぶしみたいなマップだけど。え、ちょっと待って、みんな、めちゃめちゃ揺れる。嘘嘘。
すげえ揺れるじゃん先生。じゃあ行きますか。その写真は弔い写真。弔い写真。死者を弔うために撮られた写真です。ほう。と言いますと、その写真はここで発見されたものらしくて、うん、他にもないか調べてほしい。なんかこの辺でそういう霊がいたから撮ってくれってこと。おお、お手手いっぱいあるよ。あ、ここで写真撮るんだ。お手手お手手。うっす、水に溶ける手。なんだよ、水に溶ける手って。あ、こうやって心霊写真集めてくんだ。へい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 、楽しそうなゲームじゃん。やっぱ幽霊ってさ、どうしても水場に現れるって話出てくるんじゃん。その洗面所とかさ、風呂場とかよく出てくるって話じゃん。で、怖い話の例だとさ、その浴槽の蓋を開けたらババーンみたいな。やだよね、絶対。あ、暗っ。なんか石油王のさ、屋敷とかにいたいもん、俺、霊になったら。おお、思った以上に人。あ、透明度が。お、なんかだんだんだん透明度が濃くなってる。霊なのか汚えおっさんなのか。でもどっちにしても怖いよな。霊でもうわーってなるし、汚いおっさんだと余計怖いしな。むしろ霊より汚いおっさんの方が怖い気もするよな。何のリアクションもねえのかよ。今何か言いましたよねとかそういう会話もないんだ。ユーリ、待って。はい。気配を感じる。さっきも感じとるわ。ZR を押し続けて行き先を探る。それはヨスナが見せる過去の影。あ、この白いやつ。ターン A。 は目的のものへの手がかりになる。じゃあこれ連れてくるってこと。影を追いましょう。はい。あ、でもなんかありますよ。なんか残影向こう行きましたけど、なんか落ちてますよ。よいしょ。おおこれ、アイテム取ろうとすると、ババーンのパターンだ。古い絵本。おお、日、降る、紡ぎ、地、魔の、矢の、実の、勘。山の、一を、し、ひ、か。山、意味の、一、かな。勘、祭、だ、し、足すと。なるほどね。お。おー、あ、しまった、あーお、行かないで例のくるぶし、例のくるぶしが取れてしまった。あらあらー、またカメラの位置がやらしいわね。ちょっと待ってよ、ってことはこれお師匠もさあー、来るの早いな。お師匠、この部屋かしら。鍵がかかっている。タックルせ、タックル。遮影機を使ってみる。その発想おかしいだろ。鍵がねえから遮影機使っておかしいだろ。通常見えないものは反応することがあります。はーい。構えて、はい。おお、なんかモヤモヤしてる。なんすかこのモヤモヤは。はあ、この部屋の鍵はここにありますよってこと？主張が強いんだわな、人形の。タンスの上に人形が置いてある部屋。人形のサイズおかしくねえか？もう3分の1ぐらいちっちゃいだろ。人の腕ほどあるだろ、あれ。ユーリ、一人で探してみて。なんでだよ。私はここで待っていた。お互い損だろ。ここで待ってるあなたも暇だろうし、探しに行く俺も、俺で一人で怖いだろうし。でもエッチの背中だ。いただいてくぜ。
ちょ、なんか出てます、なんか出てますけど。あれ、ちょっと待って、これ写真撮りたいんだけど。あー、消えちゃった、しまった。撮りたかったー。お邪魔しまーす。あった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 。うわ、怖ー。写真撮っとくか。髪長いね、君。お、これは手が伸びてくるパターンだ。ひー、お、すごい、わざわざ、おー、わざわざここの鍵ですよ、アピールがすごい。ありがとうございます。あ、しまった。うーん、はい。普通に疲れた。あー、人形がこっち見てる、怖えー。テクスチャーが若干バグってんのも余計怖いんだよな。疲れた、おっさんだったね、今。2階で寝てたみたいなテンションだったの、今。お、どうしたのみたいな。なんかあったんか。なんだよ。ちょっと間を詰めるなよ、俺と。この部屋にあるよね。探してみましょう。探してみますか。大体こういうのも知らんすか。ユリ、射液で探してみて。便利だな、射液。隠されて見えなくなっているのかもしれない。ああ、すいません、押さえてください。なんかこのこの襖勝手に閉まるんで、押さえてください。もうどこよ。よいしょ。ちょっとびっくりしたわ、今。第一びっくりが、霊ではなく、師匠。もう白いなんかもやみたいなのあるよな。あ、これか。そこに何かあるわ。この白い天井じゃねえや。白いなんかマークが。あ、はいはい。こうする？こうってことか。うるせえな。それなんすか？卒アル？これが依頼のもののようね。夜になる前に帰りましょう。ここはあまりいい場所じゃない。でしょうね。さすがに先輩がここに住んでても、いや、いい家ですねって言えないよ、俺、ここだったら。ここ引っ越した方がいいっすよって言うよ、先輩に。やべ、師匠いなかった、いた。あ、これはさっきの夕日バックおじさんの。この霊って目的があると思うんだけど、これ何なんだろうね。人を襲ってくる霊って何が目的なんだろうか。めちゃめちゃエッチ。あらー。いや、また来るんかい。はい、絡みつく。あ、ただチュートリアル中ですけど、やめてください、チュートリアル中です。撮影された霊がひるんだ。攻撃、撮影すると攻撃きます、よいしょ、はい、笑ってください。こいつ、ほい、うん、あはは、はな、なんか飛んでる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 、なんか飛んでますよ。これなんすか。なんか飛んでますよ、これ。これ飛んでるのは何ですか。違う霊いません。お、増えた増えた増えた。
で、攻撃の瞬間に撃つことによって、で、その後連射できるんだ。で、これで、おら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 なるほどね、これで連射モード使うんだ。おい、どうしたどうした、おい、逃げんじゃねえ。おら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 いだろうな、こんな至近距離でフラッシュたかれて。師匠何なんですか、なんか師匠も寝てますし。ごめんなさい。本当だよ、何したんだよ。私一人でやる。それはそうほぼほぼ今回俺意味ない。別に今回お師匠がカメラ使ってればよかったっすよね。なんか別に俺必要なかったっすよね。一人だ。なんかドスで刺すのかと思いきや意外に打撃なんだな、方法が。またこの夢か。あの先生。わ、翔太だ。先ほど黒沢さんがいらっしゃって。ああ。密かが来たのか。見つかったそうです。本当か。受け取っておきました。懐かしい中学の頃の卒業写真だぜ。体育祭の日はしゃいでな。めちゃめちゃ発光してるやん。